スブリカのフォートナイトです。実況の霊夢と、いつもと違うノリに困惑しているマリサだぜ。というわけで今回はフォートナイト、ウプ主が友人たちとパーティーを組んでやっております。いつものカザさんと、あとはうちのチャンネルじゃ初登場？多分そうですね。ちなみに録画日は4月20日です。さあ果たしていつ投稿されるのか。それじゃあ OP どうぞ。さてどこに降下するのかなっと、正直ま、もう通り過ぎかけてない？というわけで効果はかなりのガバガバ。なんなら初動で弟くんダメ食らってらっしゃる。あーもう敵いるじゃん。逃げろ逃げろ逃げろ。悪い、俺死んだ。おいおい諦めるのはええよ。というわけで VC ではてんやわんや。影戦士早くも諦めムード。ウプ主は森の中の小さな家に降下。今から数年前、生存ムーブガンゴ森していた頃の感がまだ生きているのか、敵はいないようです。普通にこんな辺境に降りるやついないのでは？影影影影、この世界は割とキャラコンでどうにかなるんだよ。俺のキャラコン終わってる。俺がさっき戦ってたのも全部キャラコンの力だ。だからいける。さてウプ主がキャラコン論を展開。精神論みたいに言うな。さてウプ主は50シールドと武器を確保。ただショットガンないのがちょっと心細いな。ウプ主はフォートナイトの知識が過去で止まっているため、未だにボックスとシャッターンアサルトですが、今の環境の主流の戦い方を知らないウプ主。もしかしたら時代遅れかもしれない戦法で、どこまで戦うことができるのか。どうするかザ、俺たちだけ逃げます。いやいや、さすがにそれは非人道的すぎる。このゲームに人道もクソもあるのか。あってもダウンしてる。あっていいねいいね。救援救援行くぞ救援。殺せ殺せ殺せ、あいつ殺せ。さてウプ主が手のひらこねくり回してる間に、影戦士と弟くんが奮闘。ウプ主とカザさんがいなくても二人で一パ壊滅させる勢いです。おい疲れたんだけど。ごめんごめん、引いちゃった。おい何してんだ。さて物資が揃ってきたパーティー。銃声がした方へ突撃を敢行するようです。なんでウプ主はずっと車乗ってんの。どうやら引き殺し狙いのようですが、ちょうどジャンプされて引けてないのくさ。ウプ主そのまま下の敵へ特攻。44ダメ。シールドないのか。おっと、そしてこれはウプ主浜まで抜け出せなくなった。何やってんの。仕方がないので車を降りて普通に倒しに行くようです。まあ車当てた時点で瀕死だったしな。即キル入りましたね。ボット相手に食らいすぎでは？さて他の人から遅れているウプ主、久々でゲームスピードに追いつけてないのくさ。ここでウプ主が取り出したのはハンドレス DMR。 弟くんやられてるんですが、あと全然当たってなくない。でもウプ主アサルト持ってないんですよね。この編成普通にゴミでは。弟くんは蘇生されたのでウプ主戦犯回避。カザさんが敵に50ダメ与えたとの報告。ここでウプ主死角から吸収。敵をダウンさせることに成功しました。これ美味しいところだけ持ってっただけでは。その美味しいところであるかも不明だよね。しばらく経って敵残り21人。裂け目で移動するようだな。エネミーエネミー、下エネミー。うん、そこいるそこいる。ああ、そこいるのは分かってる。もうこれ4人がかりでやっちゃう？ああ、4人がかりでやっちゃうか。というわけで特攻するようです。しかしいない。これは裏側にハイドしてるパターンですね。ウプ主それに気づいた。他にメイも到着してフルボッコだドン。そして敵の足音を察知してバンカーがへ。なお脱出した方と逆サイドに敵がいる模様。敵は中距離。しかしウプ主の編成では中距離は微妙。ウプ主この距離をドラムガンで射撃する防御。全然当たってなくてくさ。あの敵が右に逃走したので詰めている模様。さすがにこのリロードは油断しすぎでは。見事にシールド割られかけてますね。しかしここでウプ主あるある。キャラコンでどうにかするスタイル発動。なんやかんやキルするのくさ。若干アンチに飲まれたものの生還した模様。待ってリブガンのところに敵いる。とりあえずこれ使っとくわ。ウプ主影にチャブスプをおすそ分け。敵がボスと戦ってる隙に3人でリブートするようです。人数に応じてリブート速度速くなるのか。昔は人数によらず固定だったよな。そうですね。蘇生もリブートも固定タイムだったはず。よしギョフルぞ。あとはギョフルだけ。ただおめ、あ、待ってアンチが来てる。カザさんリブートされたばっかで、スとるしかないので、戦うのはきついって言おうとしたのかな。多分そうだな。じゃあこれ先アンチ行った方がいいのかな。そうだな、先アンチ行こう。アーマーカット、アーマーカット。ウプ主の進む先にいる敵のシールドが割れたようです。これは追撃の構えだな。足音を頼りに追いかけるようです。視覚的には見失ってんだよな。よし、オッケー。ナイス。反旗腰打ち当てたようで、腰打ちでもそこそこ精度いいからな。カザさんは4倍反旗よくやってますが、これは案外ショットガン両方いけるのでは？それ2倍センチの考え方なんでやめてください。エペの話題持ってこないでください。いやでもエペのクリップあるってウプ主が。それは言ってはいけない。そしてここで弟くんが回線落ちのアクシデント。この先ウプ主、カザ、影の3名で戦わねばなりません。横からめっちゃ銃声してるが大丈夫なのか？ジップライン警戒で。そうだね、ジップライン。敵は残り2名。もう余裕で勝てそうでは？それでも
断できないのがこのパーティー。ガバって戦犯になる可能性が等しくあります。それ結構致命的では。はい、来ました来ました。敵がジップラインに乗ったところを3人の一斉射撃による無慈悲な弾幕が襲う。なおウプ主はドラムガンの反動を制御できてない模様。リグオの反動を抑えられるのにこの差は一体なんで。あれあんな再生されたにゃ。ちなみに真面目な話するとウプ主は縦反動の制御は得意ですが横反動の制御が壊滅的です。そしてここでウプ主がダウン獲得。さっき撃った敵がストーム方向に追いやられてアンチダメで力尽きたっぽいな。あとは残りの一人をひたすら追い込み漁してただけなので敵さんかわいそうやな。8倍速で適当にお送りします。酔い止めガラスをフォトな動画で見るとは。ちなみに敵さんはひたすら移動系でアンチ方面に逃げ続けてるだけで反撃する戦闘力はなかった模様。うん、この。そして最後は敵はストームで力尽きて終戦、ビクロイとなりました。クラウンは道中で敵から奪ったやつだぜ。やっぱアンチか。やっぱアンチやな。今回の試合の結論、アンチ怖い。間違いねえ。というわけで今回はここまで。面白かったら高評価、編集に時間かかりすぎるだろと思う方はチャンネル登録をお願いします。どうしてそうなる。登録者が増えることで虫のモチベ上昇、編集効率が上がって動画が出やすくなります。割と普通の理由だった。それではまた別の動画で。